口頭癌とは、口頭に発生する悪性腫瘍の総称。発症部位によって、正門上、正門正門下の3つに分類される。発症頻度は、正門正門上、正門下の順で低くなる。扁平上肥がんが多い。2005年にスウェーデンの丸目大学で行われた研究は、ヒトパピローマウイルスに感染した人間との予防手段を用いない。 オーラルセックスは、高校癌のリスクを高めると示唆した。この研究によると、癌患者の36%が HPV に感染していたのに対し、健康な対象群では1%しか感染していなかった。など旧来より、根本的治療として、高等的質術ケーブリンパ節覚醒が行われる。しかし、新臭が大きく、発生困難の後遺症があるため放射線治療が、 選択されることも多い。放射線治療が直行するため広く施行されている。レオン・バーンズ、ジョン・ W、イブソン・エトール、フー・クラセファケーション・オブ・トゥーマーズ、パソロジー・ジェネティクス・ヘッド・ネック・トゥーマーズ2005発トオーラル・セックス・リンクト・ツーマウス・キャンサー・リスク。ありがとうございます。